めちゃくちゃ強いかあいつ。面白い。誰が一番強いか決めて、埼玉で一番強い奴らが第一埼玉を背負って戦いましょう。いったれ、大宮は俺が任されてるんだ。やっけで代表を背負わせてもらったからには絶対負けられないんで、まあ、結構まくっ飛ばしてやろうかなって思ってます。仕方のことでも人を喜ばせたりできるんだったらもうやんないのはもったいないなと思いますし、それに才能があるんだったら絶対腹の持ち腐れのまま終わりたくないんで、これでエンターテインメントになるならぜひ使っていきたいなと思って、まあ、それが恩返しになったら一番いいんですけど、やっていきたいですね。妹、弟と妹がいるんですけど、彼らもいろいろやって活躍してるんで、兄もこうやってなんか俺もできるよって頑張るよって見せてあげたくて、そうです、今回戦います。今まで中途半端なことばっかしてきたこともあるので、見せられたらいいなと思って、自分も前に出るところで、そうですね、自分の人生一歩前に進むきっかけにしたいですね、今回。まさか彼がね、こうやってこう表の世界にこう出てきてくれるとは思わなかったんですか？彼はもうすごい有名で、平成生まれでは多分一番有名だって言われてる不良、一番気合が入ってて、有名で喧嘩が強かった。自分今まで負けたことなかったので、負けた時の景色をちょっと見せてくれるやつがいるなら、まあそんなやつと投げていたいし。結構無表情で怖いですよ、無口なんて。でそれでなんか強いと、本当大宮のリーダー。アメリカでね、そもそも体が次元で手とか足とかもできるしな、芸術的に多分俺の方が強いと、どんだけやれんのって思いますけど、喧嘩上がりが、まあ負けないだろうね。楽しみにしとけよ。両方大将、もうザ大将みたいな風格の二人だった。タイガー見せてくれるでしょ。おい、タイガー俺に勝っていったんだ。大将はめちゃくちゃ強い。でも安心して、そう、もうなんか負けるあれは全く見えない。タイガー、タイガーさん行っちゃうよ。タイガー、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 ガードだけ、ガードだけ、下げないで、ガードだけ、いつも、いつもに。タイガー、タイガー、タイガー、おい、めちゃくちゃ強いからですよ。タイガーさん、さすが。タイガー、さすが。さすが。じゃあ、こういう未来が見えてた。タイガー負けることないと思います。よっしゃ。